流天族は複足高校複足目流天下に分類される巻貝の一群で流天下のタイプ属である。流天族のタイプ種は流天。流天族は海洋性の巻貝でエラがあり、世界中の熱帯、温帯域に生息し2 0トル以上になる大型の種から1トル程度の小型種まで多くの種がある。日本ではサザエが 食用外としてよく知られており、蓋はほぼ円形の小線型で殻口をぴったりと塞ぐことができ、その表面には厚く炭酸カルシウムの層が沈着するのが特徴である。しばしば殻の表面にコブ状の突起を持つが、サザエのように長い突起を備える種はむしろ少数である。食用にされる種も多いほか、夜行外の貝殻は、ラデン細工などの工芸品に、流点の蓋は、 アクセサリーなどにも用いられる。サザエサザエア族のタイプ種はサザエ。螺旋状の畝と小さく研ぎ立つ下流のある蓋を特徴とする。従来はサザエ一種のみが知られていたが、1995年以降2種が追加され、現在は次の3種が知られる。南海サザエの分布は、東、シナ海付近の空白地帯を挟んで、サザエのそれと大きく隔たっているが、化石は、 沖縄からも出ている。サザエと南海サザエの化石は、先進予以降から出現するが、両種はより古い時代の本州沖縄から出土する、昔サザエターボプリスカス、小沢井富田、1996を共通の祖先として、先進予に種分化したと推定されている。サザエ北海道南部九州、朝鮮半島。先進予以降から化石が出現し、現在に至る。 個体によって、トゲが非常によく発達し、蓋には明瞭な螺旋状のうねがある。南海サザエ南海サザエ現在は、中国大陸沿岸と台湾の一部に生息するが、先進予から、後進予の化石は、沖縄からも出土する。従来サザエと混同され、1995年にサザエとは分けられ、新種として記載されたが、中国産のものが、 ターボコルヌトゥスであることが判明した。サザエに極めて近縁で大変よく似ているが、南海サザエは生涯でも体高が7から8センチメートル程度と、やや小型なこと、殻のトゲの発達が弱いこと、ラーバラが細かく、数が多いこと、蓋の表面のねが弱く微小突起の発達も弱いことなどで区別される。日本では、小型のサザエがしばしば、キサザエという流通名で売られるが、 本種もサザエより小型であることから輸入されたものが同名で売られることがある。昔サザエ中心に先進与にかけて日本周辺に生息していた。蒸気の原生二種の共通の祖先と推定される化石種で殻の棘がサザエほどには発達せず、蓋のねも弱いなど二種の中間的な形質を示す。西北サザエ伊豆半島から沖縄に分布。 夜光街夜光街九州南部西太平洋及びインド洋熱帯域に分布。英名はグレートクリーンターバン。寒菊スガヤ族のタイプ種。紀伊半島以南の西太平洋からインド洋での長官対岩小地に生息する。ガイ北海道南部九州南部、朝鮮半島中国沿岸に分布。英名はコーネットムーンターバン。 大部祖貝から計4センチメートル前後。食用。奄美群島以南の熱帯太平洋の長艦隊の岩礁、天石地に分布。小笠原須貝本州の中心よから知られる化石種。宮良須貝石垣島の宮永層から発見された化石種。朝鮮素材小笠原諸島、九州南部西太平洋熱帯域に分布。英米はシルバー、マウスターバン。 キングチサザエを沖縄に太平洋熱帯域に分布。マルサザエ小笠原諸島、沖縄に太平洋熱帯域に分布。腰高サザエターボステナジャイラスフィッシャー、1873暴走半島以南に太平洋熱帯域に分布。ヒダトリサザエオーストラリアの西オーストラリア州から、クイーンズランド州とパブアニューギニアに分布。英名は、スキモスターバン。 クリーロサザエアメリカ合衆国のオスカロライナ州からブラジルにかけて分布。英名はチェスナットターバン。流天と朝鮮サザエ、流天九州南部にした平洋熱帯域に分布。別名流天サザエ。英名はタペストリーターバン。竜巻サザエ伊豆諸島、紀伊半島以南にした平洋熱帯域に分布。英名はリーブ、エスターバン、または タペストリーターバン。シドニーサザエオーストラリアの西オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州に分布。リューオ王ス街、磨いたもの小型巻き溝サザエ、アメリカ合衆国フロリダ州南東部からカリブ海にかけて分布。英名はファイロスターバン。ツヤサザエターボサダリスアンゴラから南アフリカ共和国のポートアルフレッド、インドネシアにかけて分布。英名は クラウンターバン。ナタールサザエターボサダリスナタレンシス。南アフリカ共和国のポートアルフレッドからダーバンにかけて分布。英名はナタルターバン。ありがとうございます。